にちは。こんにちは。アンチャンネルの安藤裕一と吉本健太です。前回に引き続き今回も吉本健太プロレッスン終わりに、来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう最近ですね、今日、日曜日のもう9時過ぎたところなんですけれども、夜のですね、やっぱ生徒さんで一番多いご要望というのが単純にドライバーを飛ばしたいと。飛ばしたいと。そうですね、ドライバーの飛距離に憧れる。確かみたいなんですよね、皆さんで、吉本プロみたいにこのムキムキのちょっとこの胸筋みたいな、このよくわかんない前足がついてる方は何もしなくても飛ぶんですけれども、一般の方はまあ吉本プロみたいな筋肉は普通の方はないです。僕も含めないので、何かいや僕本当にもう全然何かこう飛ばしのリズムというか飛ばし屋の共通点がないかっていうことで、今話題のデシャンボー。デシャンボーすごいですね。すごいですね。僕も3年前ぐらいに実際見たことあるんですけど、僕と身長一緒ぐらいなんで、吉本プロと一緒ぐらいなんですけど、もうその時はまだ85キロぐらいでスリムだったんですけど、もう最近見たらもうすごいですね。サイみたいな、サイ、ゾウとかサイみたいになってます、まあなんで本当に、ああいう筋トレをするプラス飛ばしの打ち方は、筋トレだけじゃなくて飛ばし屋の方には、まあ最近の話題の世界のドラゴンちゃんくん、なんでしたっけ、バークシャー、カエルバークシャー、カエルかカエルかわからないですけど、カエルバークシャーっていう選手がいるんですけど、すごいですよね、彼もすごいですね。ものすごいですよね。もう2番アイアンで300ヤードとか行くんですけど、その2人の共通点、飛ばし屋の共通点、もちろんポテンシャルもあるんですけど、共通点がありますので、今回はそれを飛ばし屋の共通点をやっていきたいと思います。はい。で、概要欄にFacebook とインスタの URL をリンクしておきますので、ぜひ私のと吉本プロのフォローしていただければ、ろくな投稿はあまりないですけれども、たまにためになるような投稿もするので、ぜひお気軽にフォローください。では早速やっていきましょう。はい、やっていきましょう。実はこう今日動画を撮る前に、吉本プロとカエルバークシャーとそのデシャンボー、この2人の共通点について話したんですけども、2人とも第一声目に出たのが体重移動ですね。はい、この体重移動に飛ばし屋の共通点がある、今日はちょっと説明しながらなんで軽くやっていただくんですけど、ちょっと吉本プロは説明を、体重移動やっぱりですね、飛ばし屋はやっぱり下半身の使い方がすごいですね。ダイナミックで、腕だけの腕力で飛ぶ人ってほとんどいないと思うんですよ。いないですよ、ね。はい、本当にです。で、下半身の使い方がすごく大切で、安藤君も後ほど説明、あると思うんですけど、なんでこの体重移動とか足の動きが必要かっていうと、この飛ばすためにはやっぱ体の回転スピードが上げないと。で、単純に体をこう回転、これだけしてやろうと思ってもスピードが出ないですよね。出ないです。で、出すために股関節とか膝を使っていただいて、膝とか股関節使うことによってこの上半身の回転スピードを上げてダイナミックに飛ばします。このまずは、重心移動も大事なんですけど、回転スピードを上げるための足の使い方を覚えていただいて、本当の飛ばしはそれだけじゃないんですけど、その後の動きがこのカエルバークシャーとかデシャンボーとかの動きになるんです。そちらはちょっと安藤君の方がちょっと説明していただいてもらって、ちょっとまず今のも打ちながらちょっとだけで、でもすごい分かりやすかったですよ。その後ろから見てて、そのイメージはこうただ動かしても軸がぶれたらダメなんですよね。だから走ったり歩いたりする時のような感じで、右膝、右股関節を後方に引きながら体ひねっていただいて、左膝、左股関節を後方に引きながら体を回転することによって、回転スピードをまずは上げていただくっていう動きを作っていただきたいと思います。じゃあちょっと1球だけそこの辺を意識してやってみたいと思います。歩いていきますか。飛ばない体の使い方。飛ばない体の使い方は膝をロックする動きとかですね、こうやって動いていって、こういう動き、腕だけで、こういう動き、
生徒さんいらっしゃいますね、ちょっと良くして、はい、そうではなく、ちょっと打つ前に軽くちょっと足踏みするような感じでちょっと膝を動かしながら、その場で右膝を伸ばしながら体ひねって、左膝を伸ばしながら打つっていう感じでいきます。うわー大きい。こんな感じ で足を使うことによって体の回転スピードをまずは上げていただく。素晴らしい。はい、吉本君、よく生徒さんで上半身ねじるんですけど下半身ねじったらいけないんですよねっていう方いらっしゃるんですけど、はいはい、その辺どう思われますか？いや、積極的に動かしてやる方がいいのかな。体の女性ですごく股関節とか体の柔らかい人なんかは、まあ、ある程度下半身を止めてねじっていいと思うんですけど、ほとんどの方はものすごく硬いので。そうですね、はい、全身動かしていただいて、まあ、切り返したときにちょっと時間差つけて。そうですよね。男子プロで言えばリッキー・ファウラーなんとか、リッキー・ファウラーっていう選手がいるんですけど、はい、その人なんかは膝寄せなくても女性並みにテイクバックが年齢が入るんで、そういう例外の選手は置いといて、あの100人に1人しかできないスイングを真似してもですね、あの再現性は悪いので。そうですね、吉本プロと私が言ってるのはそういう、まあ、万人に共通するような打ち方というか、はい、あんまり男子プロで下もロックするって、シニアプロの方とかですね、やっぱヒールアップして。そうですね、ものすごく積極的にもう全身使いますよね、うん、もう動かせるところ全部動かしながら。結構このヒールアップ嫌がられる方とかいらっしゃるんですけど、もう体がこれでパフォーマンスが上がるんだったらぜひやってほしいですよね。そうですね、ありがとうございます。めっちゃ分かりやすかった。すいません、お疲れのとこ。今日も吉本プロ9時間ぐらいレッスンしてます。僕はですね、そのカエル・バークシャーと、デシャンボの共通点なんですけども、ほとんど吉本プロが答えを言ったようなもんなんですけど、2人に共通するのはこの足踏みですね。ダイナミックなワイドスタンスからのダイナミックなこの左右の足踏み、これ結構見ると思うんですよ。見ますね。で、はい、これどういう、まあ、吉本プロもあのご存知だと思うんですけど、こう右に行って左に行って右に行って左に行ってって下半身でゴルフってリズムを取るんですけれども、これ何を使ってるかっていうと、右に行っている途中にも左に踏み込むんですね。この力を利用して、体が右に回転している途中にも左に下半身だけ回ってこっから打つという力を利用してます。これを最大限に利用しているので、まあ、2人とも飛ぶっていう。ちょっとこれ分かり、ごめんなさい、説明が下手なんであれなんですけど、すごい分かりやすい。体が右に行っている途中にこういうふうに左に来て打つんで、捻転が結構ここで最大化されるんですよ。だからよく飛ばし屋のトップってここでシャフトがこうなるんですけど、完成モーメントに耐えきれずにですね、右に振っている途中に左に踏み込むんで、ここでシャフトがこういう風になってしまうんですけど、これを皆さんにも真似してほしいなっていうのがありまして、まあ、この両足を揃えて構えていただきます。でこの状態から右足を開きます。開いていただいて、そのまま左足を寄せて打つという。もう一回いきます。両足を揃えた状態からですね、で右足をダイナミックに開いていただいて、で上げると同時に左足を寄せながら、今度左足を踏み込んで打っていただく。この動きを、一連の動きをやっていただきたいなと。これちょっと口で説明するよりちょっと見ていただきたいんですけれども、狭くして広げて寄せて踏み込んで打つ。この練習をしていただくことによって、まあ、この動きが少し分かってくるんじゃないかなと思います。でこれ、まあ、今のドリルをしなくてもですね、もう最初からこういうふうにダイナミックな動きで右に来ている途中に左に踏み込んで打てるっていう方はこれでもいいので、今吉本プロが言った体の動きと僕の体重移動両方やっていただけると確実に距離が伸びますので、であのぜひカエルバーク社とレシャンボープロの
この体重移動を見てください。ほとんど一緒です。共通点、こう来てこうですから。右に振ってる途中に左に来るので。これをぜひ皆さんも練習で、飛距離を最大化するためのパフォーマンスを最大化するために練習場でぜひやっていただければなと思います。では最後にちょっと飛ばし屋の吉本プロのダイナミックドライバーでも最後は結局このやっぱ胸板なんですよね。あの僕はあのクラブスピードちょっと弱いクラブスピードは遅いんですけど見た目より飛んでるけどあのスピードの割には飛んでるけど吉本プロ趣味筋トレで毎日胸筋をここ後半部分だから意外と見られてなかったりしますよ。これあの最後まで見た人だけで見た人だけで撮ってですね吉本プロの真髄みたいな足を動かしながらお願いします。うわー折れた。すごい、まあ、皆さんもこの今日やったですねドリルをぜひやってみて、あと、まあ、時間がある方は吉本プロみたいな筋肉をつけていただいて、ぜひゴルフは飛距離が飛んだ方が楽しいですね。楽しいですね。吉本プロなんかもう40歳超えてるんですけど、いまだに300ヤード飛びますので、はい、もう本当に正しい使い方と筋トレをぜひやってほしいです、ね。はい、ぜひやっていただきたいですね。はい。なんか今回もありがとうございました。ありがとうございました。今回も吉本プロに来ていただきました。お邪魔しました。なんかあのいろんなことわからないことがあったらですね、コメント欄にたくさんコメントいただけるとあの我々のモチベーションにもなりますし、はい。はい、何でもお答えできます、あのお答えしますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回。次回は